死書とハサミと短い鉛筆は、ユキリンによる日本のライトノベル作品。イラストは、友瀬せ春作。電撃文庫より、2008年7月10日から、刊行されている。最終巻の、第七巻は2010年8月10日に刊行された。読書嫌いの高校生、江本文人の下に、ある日、飛び出す絵本が舞い降りてきた。そしてその、 絵<え>本から全裸の女の子が本当に飛び出してフィフと名乗る少女は本が実体化して街を混乱させていると偉そうな公爵を垂れるもののその姿はずっとシーツ一枚のまま。慌てる文人を尻目にさらにフィフはツタナはそなたのものじゃと言い始め彼女と共に古典文学と戦う羽目に 2008年7月10日、初版 ISBN9 兆7840億4867万12932008年11月10日、初版 ISBN9 兆7840億4867万3442009年4月10日、初版 ISBN9 兆7840億4867万76222009年,48 76年8月10日、 10日初版 ISBN9 兆7840億4867万93672009年12月10日初版 ISBN9 兆7840億4000 868万19572010年6月10日初版 ISBN9 兆7840億4868万59792010年8月10日初版 ISBN9 兆7840億4868万7645ありがとうございます